はい、こんにちは。国際不動産エージェントの鈴木でございます。今回のテーマは、海外不動産融資を引くテクニックという題でお届けさせていただきます。前回の動画で、海外不動産融資の概論編をやったので、今回は各論編、実践編ということになります。私現時点で日本に住んでいますが、日本以外の国で2カ国で5つの金融機関と融資のお付き合いをしております。うち4校は、オーストラリアにあります、CBA ですね、コモンウェルスバンク、あとは、NAB ナショナルオーストラリアバンクとのお付き合いもありますし、あとセントジョージバンク、クードスバンク、この4校と、お付き合いをしております。アメリカでは、フロリダ州のセンテニアルバンクというところから融資を引いておりまして、それがパネルバンクとしては、バンクオブアメリカを使っておりますので、それも合わせると2校になるのかもしれません。で、それ以外に、これまで融資申請をして落とされて、まだ付き合いができてない銀行もあります。3カ国3校ありますね。フィリピンの、PNB ですね、フィリピンナショナルバンクとか、あるいはアメリカの、ヘルムバンクも落とされましたし、あとカナダでも、融資を落とされたことがありまして、結局私ですね、かなり初期から、というか、自分が、皆さんのためにいろいろ、いろいろ試して、失敗も含めて先に経験してきたということもありましたので、基本的に、融資は、たくさん痛い目にもあってますし、失敗も、悔しい思いもしてきているんですね。で、今、お付き合いできている、オーストラリアの、銀行でもですね、過去においては2回3回と、断れたことがあります。せっかく融資内諾が出ていたのに、それを保護されたにされたということもありました。いろいろ経験はしてきておりまして、で今回の動画では、私の、痛い経験を通じて得た教訓を、10分程度の動画で、シェアしたいと思っております。海外の不動産を買う際に、融資は、国によっては日本国内でも、引くことができます。ハワイとかカリフォルニアっていうとですね、かなり日本の金融機関が融資を出す、エリアかと思います。で、日本の金融機関って融資金利も安いですし、日本語でも審査とかできますので、便利っちゃ便利で、いいんですけれども、私は、できることなら、現地国の融資、金融機関から、ローンを引いた方がいいと思ってます。それは、その国において、長い目で資産形成をしていくのであれば、その国の金融機関で実績を作ることが大事だからです。で、融資を引いた実績、返済をしてきた実績というものが、何年も積み上がってくれば、次の、融資を引いて、展開拡大していくということにもですね、役に立つので、私はできるだけ現地国の融資ということに比較的こだわっている方です。で、そういう海外不動産、海外の現地国での融資ですね、ぜひチャレンジしてもらいたいんですけれども、その上で3つの鉄則があります。これは私が、長年かけて結構痛い目を見て、得た教訓で、皆さんに私と同じ失敗をしないでほしいな（笑）なという意味も込めております。3つある鉄則のうち、準備期間がかかるものから先に言います。一つは鉄則1、現地国の銀行口座をできるだけ早く作って、自己資本分は現金で置いていた方がいいですよということです。どの国でも良い物件というのは、現地の在住者と取り合いになりますと。で、その点我々
海外から買うわけなのでですね、はい、まあ、現金で買えれば大抵勝つんですけど、まあ、融資前提となると本当にスピード勝負になりますと、はい、でそのスピード勝負になる中で、まあ、その少なくとも自己資金分ぐらいを例えばアメリカの不動産を買う場合はアメリカの銀行でちゃんと米ドルで置いていれば融資の点で、まあ、その現地の人との、競争力の差がそんなになくなると、はい、あの優位には立てないですけれどもそれほど不利にならないっていうところでスピード勝負で、融資審査ができるという意味で、はい、ぜひやった方がいいと思います。例えばアメリカで20万ドルぐらいの、地方都市の戸建てを買う。でその際に10万ドルぐらいが自己資金、あとの10万ドルは融資で引くということ、そういう想定の場合はその10万ドルはその融資審査の前にアメリカでに置いておくというのはとても大事なことです。ぜひやった方がいいと思います。であともう2つ目、ローンアドバイザーの、指示に従って申請を進めるということです。英米圏の場合はですね、そのローンアドバイザーとかローンコンサルタントと呼ばれる、まあ、借主と銀行の間で働く、借主のために書類を書いてくれて銀行をいろいろ見つけてきてくれて A 銀行がダメでも B 銀行に持っていくとかそういう働きをしてくれる方がローンアドバイザーといって、英米圏では比較的一般的に あるお仕事です。日本の融資審査って銀行の窓口に直接行くことが多いんですけれども、まあ、海外の場合は銀行の窓口に直接行くよりはローンアドバイザーにお任せした方がいい結果になることが多いです、はい、でローンアドバイザーに対する報酬っていうのは、払う場合と払わない場合があります。多分半分半分ぐらいっていうのが私の実感値ですけれども、払わないこともローンアドバイザーが銀行から要するに報酬をもらう場合は我々は、お金払わなくてもいいと、はい、いうこともありますと。で彼らはやっぱり、ローン申請のプロなので日々日常業務でやっているのでそのアドバイスに従って、はい、この資料を出してください、はい出します、こういうように書いてください、はい書きますみたいな感じで言うことを聞いた方がいい結果になりやすいです。はい、で3番目はローンアドバイザーのとちょっと関連するんですけれども、ローンの申請書類を書く、時に、日本本国国内で所有している不動産の、まあ、一覧とか、はい、財務状況とかを自己申告するっていうことがよくあるんですけど、そこに日本の銀行で借りている債務のことはできるだけ書かないのが鉄則です、はい、結構正直に書いて痛い目を見たことがあるんです。2016年にオーストラリアで、まあ、ブリスベンの物件買う際にちょっと融資審査したんですけれども、はい、日本に持っている不動産物件と、まあ、借り入れ額、月額の家賃収入、返済額、その辺全部正直に書きました、はい、で日本で借りてる金利なんてせいぜい 1% 台だし、私の場合はまあ返済比率だって 50% 以下だったりするので、まあ、結構国内的には優秀なんですけど、そのオーストラリアの金融機関は私の、日本での残債の利子を 5% と、はい、置いて計算をして、それで債務超過だということで断りやがったんですね、はい、まあ、それはまあオーストラリアの銀行はそのように見るということを学んだんですけれども、まあそれは後の祭りで、まあ結局他のローンアドバイザーになんとかねじ込んでもらって融資を引いたんですけれども、はい、基本日本での債務っていうのは書かない方がいい結果が生まれやすいです、はい、書いたところでもういろいろ細かい質問されたり、日本の状況を分かってない人に根掘り葉掘り聞かれたりするのも大変なので、はい、まあ、その辺は、はい、ちょっと気をつけるべきポイントかと思いますと、
はい。で、まあ、この辺を踏まえて、まあ、ぜひ、海外、現地国での、融資にチャレンジをしてみてください。弊社、国際不動産エージェントでは、はい、世界各国のローンアドバイザーにお話をつなぐことができますので、はい、興味のある方、はい、ローン、融資引いてみたい方は、ぜひ、我々にご相談ください。ということで、今回の収録は終わります。ご清聴ありがとうございます。それでは失礼いたします。さようなら。